アディダスかっけーでしょ。透けてるんです。透けてる、うん、髪かわいい。髪はなんか髪の毛切ったっていうか、なんかデザイン変えた。ここら辺めっちゃ短くした、うん、段つけました。めっちゃ一回段なくそうって思ってね、やったけど、やっぱ段あった方がいいなって思って、うん、ジャージ可愛いだって。いいでしょ、これアディダス、アディダスのジャージ可愛い。ごめんないつもありがとなだって。こちらこそやで。髪色は変えなかった、時間なくて。朝行ってね、マリアで開けてもらって、もう今日一日稽古だから、もう朝髪の毛切るだけ切って、そう、もう染めるってなるとめっちゃ時間かかるから、まずトリートメントとカットだけしました。うん、そう、それで早起きでした。そう、髪の毛染めたいけど何色にしたいとか今なくて、だからしばらくちょっとこのまんま色落ちヘアかな、わかんない、衝動的だから。いつもその時にやりたいと思ったのにね、なっちゃうけど、ピンクカーテンかわいいだって。家です。美容室にもおしゃれしていくでしょだって。いや、ジャージで行きました。普通にジャージで行っちゃう、すっぴん。派手髪の元彼ですも見てみたい。やりたいよ、派手髪っていうか普通にハイトーンしたい。うん、やりたい。うん、ハイトーン、ハイトーン。上下ジャージだって。下は着替えちゃった。あ、普通にジラピケ。なんかさ、普通に駅とかでさ、電車乗るじゃん、剃るじゃん、ズボンお尻つくじゃん。だから家帰ったらすぐズボン脱いでね、着替えちゃうんですよ。うん、なんかこだわりっていうか、なんかそう、なんか、うん、外気に触れてるかな、直接。だからね、着替えちゃう。初見です、ありがとう。画質いいです、だってよかった。潔癖ですか、だって。いや、潔癖かもね、潔癖かもしれない。でも潔癖って何なんだろうね、わかんないけど。でもすぐウェットティッシュ大好き、手拭きたくなる、すぐ。潔癖って何ですかね。でも自分のバッグとか置いてて、なんか勝手に移動されるとちょっと嫌だ。そう、自分で移動するから、自分で移動させたい。あー、待って待ってってこう言って、うん、それは潔癖とは違うか。うん、
じゃあ自分のものはあまり触られたくないのかな。なんか自分なんだろう、どうなんだろう、綺麗好きだって。綺麗好きなんだけど、綺麗好きなんだろう、整理整頓は苦手。姉ちゃん本当に A 型だって。 A 型です。綺麗好き風なんでしょうって。いや違う違う違う、綺麗好きでも自分の陣地わかるかな、んか違うんですよ、説明できないんですよ。自分の陣地なんだろう、なんて言えばいいんだろう、なんか説明できないです。好きになっていいですか、韓国にいますが。だってもちろんもちろん、チュンチュンチュン、こんばんワッフル、ワッフル今日かわいい。だってありがとう、嬉しい。髪切ったからかな。北海道から。生ら好きです、生ら好きです。イエイイエイイエイ、髪切った、髪切りました。髪染めたい。今日はアクセサリーしないの。してない、ジャージだから。名古屋からデラ、かわいいよ、ラブー。可愛いです、アイドル一番。アイドル一番？前のブリーチの色出てこないの。だってもう出てこないくらい。水着グラビアやらないの。だっていやーどうかな。美人に生まれて幸せでしょってきた。別に美人に生まれたとは思わないですけど、まあ普通に幸せってなんだろう、まあ普通に楽しいですよ。ね、幸せってなんだろう。今こうしてる時間も幸せですけどね。幸せってなんだろう。この前も幸せについて話してた気がする。だってやばい、幸せについて語りがちね、幸せってなんだろう。
幸せってさ、その時のことを言うのかな、こういう時を言うのかなっていう定義にもよるよね。で今すっごい幸せだけどさ、こう見るとさまだ分かんない、幸せか、こうこれでは今幸せだよ、でもこう見ると分かんない。最近ねゲームしてないんですよ。この前ロスト、なんだっけ、ロストオブヘ、なんだっけ、ちょっと名前忘れちゃった、ゲームなんかね最近ね、私ゲームマジしてない、ドラマも見ない、あロストジャッジメントだ、うん、ドラマ見たいって思うけどね見ない、見れない。なんかおすすめあります？持続可能な恋、今のドラマも全く分かんない、あのさっきやってたやつしか分かんない、あのローマ字、あローマ字3つのやつなんだっけ、あの OMG みたいな、ナンバー NNP ナンバー、そう、そのドラマはさっきちょっと見てた、ナンバー MG5 ね、恋に無駄口見たいんだよ早く。でもね、そういう落ち着いて動画見る時間がなくて、最近見たテレビ番組も思い出せん。何のテレビ番組だから最近。このテレビ見てない。あ、見てないな。明日の夜が楽しみです。あ、モーリーさんね、楽しみにしててください。さよならモーリーさん、なんでさよならモーリーさんってタイトルなんだろう。初回で説明してたよ、だってあれでしょ、モーリーさんがプロデューサーだったけどっていうやつでしょ。でもそこをタイトルにする、テンテンツテンツテンツテンテケテンテケテンネゲデンネゲデンテ、みんな思ってるそれだってね。企画もなんかめっちゃアイドルって感じだし、なんか台本通り、なんかビンゴはなんかすごい、あ、これがバラエティ、なんだろう、アイドルのバラエティと、なんだろう、すごいビンゴってなんかチームワークって感じした、めっちゃ
なんか何が起きるかわからないって感じ、ビンゴだから毎回必死それがもう終わった後超汗かいてるみたいな、何が起きるかわかんない、どんな展開になるかわかんないみたいな。そうだからすごいいつもワクワクだったけどね。モーリーさんでも1回しか出てないからあれだけど、すっごい平和平和アイドルの番組って感じ。うん、出たい番組あるの、ラジオ、スクールオブロックに出たい。スクールオブロックは私受験生の時に毎日聞きながら夜勉強してて、スクールオブロック出たい。最近なんか今夜はな眠れない、今夜は帰らないか、一時期マジでめっちゃ呼ばれてたけど最近全然呼ばれない、待ってまーすそうなんだラジオ開催しちゃうよ。新番組ポッドキャストで試しにやってください。ポッドキャストって何ですか？服かわいいだって、ありがとう。かわいいでしょ、アディダスのジャージだよ。ズボンもかわいい、でも今履いてない。あ、ズボンは履いてるけどそれは履いてない。ジャージのセットアップ好きなんです。ズボンもレース。アディダス結構持ってるなって、持ってる、アディダスのジャージ好き。ね、キスバエともうあさって初日だもんね。やばい。でも全然緊張してない。でもお客さん入ると緊張するんだろうな、自分の知らないところで。はあってなりそう。でほかね、私ねもう本当にねお話がねおもろすぎてね、
泣いちゃった今日演じてて、なんかもう笑い、なんかねもう笑っちゃうの、あるお芝居の時にもう笑っちゃって、一回笑っちゃうとさもう止まんなくてさ、涙出てきてさ、セリフも言えなくてさ、すごいダメだった今日。私本当にダメ、本番ああなったら無理、もう本当にやばいの、なんかもう過呼吸くらいのレベルでもって言おうとしたらもうってなっちゃって、もう本当に焦りました、めっちゃ。で本当にね面白い話だと思う。私結構演技中さめっちゃ真面目なんですよ、こう見えて。演技してる時真面目で結構頑張ってるんですけど今日だけは本当にちょっと本当に涙出るぐらい笑ってしまった。楽しみ。大好きなハガキがありますからっていやどうかな、見に来て確認してください。あれってハガキ替えだとかって、声でかいねって言われますからって。声ってかね、今日声でかいさ、なんか一人一人さマイクチェックしたんだけどさ、みんなセリフ言ってくじゃん。さやりんの声が、一段とバカでかくてねびっくりした。やっぱりでかいなって思った。もうほんと大きい声、なんかマイクいらないんじゃないみたいな、さやりんマイクいらないんじゃないって言ったら、さやもそう思うってマジででかい声、さすがっす。だからみんな舞台見るときとか楽しみにしててね。じゃあ今日の配信終わろうかな。皆さん今日の配信見てくれてありがとうございました。最後におランキング読みます。いきます。13位ごめん先生、12位筋肉愛好家、11位グワパアット群マニア、10位日野と、9位直樹、8位マーアットおだし、7位ひとくまさとる、6位白地アット ODA 神吉、5位みやちゃん、4位東京のスワン、3位なおなお、2位くるりん、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。皆さん見てくれてありがとう。明日から雨降るらしいので気をつけてね、みんな。ではおやすみ、バイ。